ホサベド・サンチェス・ルイスは、スペイン王国アンダルシア州セビリア県マイレナ、デル・アルコール出身のプロサッカー選手。セグンダ・ディビジオンのマラガ c F に所属している。ポジションは MF。カンテラ時代を、地元のセビージャ FC で過ごし、2010年に3軍に、当たる、C チームに登録。翌2011年にセビージャートレキコに昇格し、トップチーム入りを目指していたが、 2013年2月1日に SD ポンフェラディーナと契約。さらに7月9日にレアルハエンに移籍し、セグンダ・ディビシオン B などでプレー。2014年6月20日、ラージョ・バジカーノと3年契約を締結。10月4日の FC、バルセロナ戦でラリーガ初出場。2015年1月4日のヘタフェ CF 戦でリーガ初ゴールを記録。 2014から15シーズンは11位で終えたものの、翌2015から16シーズンは18位で終え、西軍ダディビシオンに降格となった。2016年8月12日、イングランドフットボールリーグチャンピオンシップのフラム FC と3年契約を締結。しかし、新天地に馴染めず2017年1月13日に、セルタデビー後へのローン遺跡が決定し、リーガ復帰。 2016から17シーズンは UEFA ヨーロッパリーグに出場し、快進撃を展開。準決勝に進出し、マンチェスターユナイテッド FC と対戦したものの、全スコア1から2で敗退を喫した。2017年7月4日、セルタへの完全移籍が決定し、4年契約を締結した。ありがとうございます。